エビには通点がないよ。どうも皆さん、始まりましたゴージャス動画でございますね。私 MC のゴージャスです。アシスタントはヨキュンです。ヨキュン、また雑学を知った ね。エビには通点がないんだなんだっけ、魚類も通点がないんでしょ。魚類もないのだから、うん、池作り、うん、はい、もう痛くないらしいよ。ね、でもな、誰がそんなこと言ったんだろうね。魚の気持ちが分かったの。でもあの魚切っても、うん、あのそこの生けすにやるとそのまま身がないのに泳いでってしまう。そう、ね、すごい、またいろんなこと知っちゃった。だからどんなに滑っても傷つかない心が欲しい、うん、ゴージャスです。ゴージャスです。はい、よろしくお願いします。クラゲー、ねえ、いい話したねこれね。いい話。さあ今日は一体何をするんだい。はい、前回に引き続き、うん、サウザンドメモリーズだー。メモする。さあね、まだね、うん、衝撃的展開からね、うん、うん、なんかどうゲームに入ってってストーリーもまだちょっとよく分かってないんだけどね、うん、誰にやられたのか気になる。そう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 、うん、最後ね、うん、ね、その500年前の話、うん、千の刃の中に誰かいるんじゃないかと僕は踏んでますけどもね。プレゼントと初心者マークのとこにちょっとなんかマーカーがついてますので、ちょっとどうしよう、プレゼントから見てみましょうか、はい、何もらえてるのこれ。じゃん、わ、いっぱいもらえてる。メモリーストーン、まあ、一括で、一括ね、すごい、一括で、あ、一括で楽ちん。これは一括入んなかった。あ、入った、はい、うん、そして、うん、ガチャが引ける状態ですよ、これは。おお、え、これは浴衣フェスやってますけど。どういう、え、浴衣のキャラが出てくるんですか。これはでも、17回の方は、17回引けるのは武器ノーマルガチャね。うん、うん、うん、まあ、武器ガチャしないといけないわけだ、うん、で、そのストーンが今9個だから、うん、10個になったらこっちの浴衣フェスやりましょう。なるほどね、やりたい、うん、とりあえず武器ガチャ引きまくろうか。はい、なんか10連でいきましょうか、うん、もうね、10連ガチャ、ね、しかももう装備させちゃえばいいんでしょ、あのくっつけて、うん、10連で、はい、ガチャルー。おお、なんだ、急に出てきた。さあ、おお、あら、メタルメイ ル、そして杖、スタッフ、あー、かわいい、赤スタッフボーン、スタッフおー、ダウジングクリスタル、かっこいい。水のローブ、プラス、おー、ロングソード、バトルボー、ムチ、レイザーテイル、おー、こんな感じで、おー、はい、チラン、あ、さっきやったやつ、そう、さっきやった、ね、一括で最強装備、うん、あ、いろいろあるんですね、パターンが、うん、攻撃とかバランス装備とか最強装備ですよね、じゃね、一応おお、もう実行されて装備してる感じ、簡単すぎる。おお、あれだけあるとやっぱ選ぶのは大変、うん、時間かかっちゃったりするもんね。女の子の支度と一緒だよね。本当に早くしてほしい、早くしてほしい、一発で、はい、さあでは冒険にチャレンジしていきたいと思います、はい、まずはもうとりあえず行こう、とりあえず行こう。さあとりあえずまあ第一部いきたいと思います。ポチッとな、エウリカ平原から参りましょう。はい、広い町だね。もう手がかり見つからない。うん、リターナーを探しに来てるのかな？かな？結局そうなってるんですよね。冒険しつつ、こっちに来てくれ。でも魔王を倒すのが最終目標だね。あれだ、こっちに来てくれって。あら。あ。誰か見や。僕はアーサー。あら、かっこいい。アーサー。かっこいいね。女の子。アーサー男でしょ。男の子？うん、多分。美しい。そうだ、え、なんだ、上から来るのか。お、まさかの。驚かせて悪かったね。いや、でも
金は大切だよ、トト。飼い主がそう言ってる。意外にトトの足が速くてびっくりした。さあ、待ってたら、それはほんの ささやかな出会い、この出会いの意味するところを彼が話し合う。もう、リターナーなんでしょうか、結局は。だよね。結局、だ多分ね、出るの大体リターナーでしょ。もともともない、ね、それ、うん。絶対そうですよ。さあ、ここからですね、うん、旅立ちの平原の3分の1、ここから行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう。もう冒険スタート。スタート。はい、さあ、ということで、一番やっぱりフレンドの方が強いから、うん、フレンドを終点にした方がいいのかな、うん、まんまこうか、終わりよ。違うな。おお。くらった？くらった。緑かな？こうかな。次？真ん中の403が一番今強い。強い。おお、ボス来た。おお、3体赤つなげたい感じなのかな。504フレンドさんの504、一番左下が一番強い。ぐるっと外側から、あ、そっか、こう回っていくのか、うん、全員つながる。おお、おうまい。こういうことでしょう。そういうことだ。そういうことだろ。パクリ。じゃあみんな言いたいのって僕も言いたいですからね。これ右の中央の215を終点にしたいわけだ。終点したいね。こういうことだね。斜め。おお、うまい。いいですね。いい。ちょっと気持ちがいいですね。うん。上段真ん中の504。うん、こういうことだね。おお。おお。計測エア。早い。早い。まあ、最初。浮いてるんじゃない？いやでも最初はね、うん、そのうち難しくなるのかな、これ。もう心折れるぐらいなことになりますよ。心折れる。さあどんどん行っちゃっていいですか、うん、ここのエウリカをクリアすると、うん、ストーンもらえるでしょう、うん、そうですね。ね、なんでわかったの。大体そうだよね。大体大体一エリアをクリアすると、うん、だいたい報酬でね、うん、大体、うん、はい、どんどん進んでいきましょう、はい、これで冒険スタート。さあ、一人だけの時はポンって押すだけなんですか。そうですね。うん、やっぱでもつなげてね、うんうんうん、押そうか。おい、これが3色三色ですね。でも色増える感じですか、やっぱり。増える増えるとやっぱね難しくなるようでしたら。あ、あれ行き詰まったな。あ、でもこれパッとした計算も大事なんだ。つながっただけが攻撃力に全部なるから、うん、緑だったら45、45、45、95、うん、の計算で、でも何が一番強いかなのかな。346。これ赤？上段の子たちが一番いいのかな？403で終わりたかったのかな。おお。これ終わるのが一番強くするっていうのは何か理由はあるんですか？繋ぐたびに攻撃力が上がっていくんで、うん。なるほど。最後に来た人が一番攻撃力が高くて、さらにまた上がるってことなんですね。なるほど。え、じゃあこれは一番上を3人シュッていくより真ん中で止めた方がいいってことですか。2人列は多い方が、列は、うん、人数は多い方がいい、はい、じゃあもう、うん、行っちゃっていいのか、うん、こっちかじゃあ。おお、うん、
お、オッケー。お、さあ、ボス。うん。3体。3体。そっか、これはなんか減らして次に来るやつがつながるような色がまた来てくれるとつなぎやすくなったりとか、今緑が多いからって言って緑使うのもいいし、次の緑を待ってもっとつながるのを待つっていう手もあるってことですか。そうですね。戦術だ。分かってるね、欲求分かってるね。分かった、そうしよう。うまい。なんだよ、緑ダメで。うん、あれで痛い。緑今、まあ、一番強いのは403上段。うん。あ、でもどうやってつなげるのか。いける。こういうこと。おーおー。231。やった。やった。うまいよ。うまい。いつもこんなラインだよね。また言われた。お、どんどんレベルが上がる。うん。お、いい。宝箱。お、ウィッチケープ。ランスかな。はい。これで3分の3。3分の3。ここまでいっちゃいましょうか。こう。さあ、こちらで。はい。OK、スタート。さあ、もう慣れてきたぞ。うん、うん、ちょっと分からなかったですね。おお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 、なかなか難しいです。でもこれ青、青4人で行くしかない。お、いや、さあ、これ2しか行けないね。2しか行けない。すごい。よし。さあ、どんどん。緑。痛い。何かアドバイスとかありますか、戦い方とかに。あー、そっか、ネクストちゃんと見ながらやった方がいいのか。うん、全く無視してますもん。そういうことか。次これが来るからこれ使っとこうみたいな。ああ。別に回復。なくていいけど、ちょっと邪魔だから使っときたい、ね、邪魔だから。なんかオーラまとってますね。うん、あ、オーラまとってる子は、うん、なんか必殺技が使えるんですっけ。痛い。あ、そうか、発動さっきね。それが最後になればいいんですかね。最後の子が強い。お、これでも今、うん、水色の子って右の2番目の子が443で、うん、光ってる子が254じゃないですか。こういう時は攻撃力を選ぶのか最後に選ぶのか、光ってる方を最後に選ぶのかっていうのはどっちの選択の方が有利なんですか。いい。でも俺一発で抜けちゃうんじゃないこれ。まだ使わない。いや、使いましょう。これ一発でいっちゃうでしょ。だって行く。よし、マーカーをハートにチェンジ。緑をハートにチェンジ。 あ、いらない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 よ。この子守りじゃないかよ。びっくりした。びっくりしたな。ちょっとこっから
間違えた。それまあ、一人入らなかったんだけど。これが俺の実力だぜ。さあ、やったやった。あ、逆だった。うん、でも激破。赤を見て、あ、間違えた。あ、まあね、一回頂点するとこういうことですね。一人で行けますよっていう。悪い例をね。悪い例。興味本位でね、最初の方でやってたんだよね。そうですね。お、ボス。お。クロスフロンティアみたいな。そう、光ってる。 でも全然ね、体力ありません。うん。おー、攻撃。うわ、すごいな。あ、集中攻撃か。すごい、全然。次来るのは青か緑。赤が強いのに赤出したいのにまだ来ない赤が。相手にとって不足なし。あとちょっと。あ、でもこの後悪が来るから繋げられるといいな。あー、繋がらない。まあいいでしょ。まあいいでしょ。こっちの発動も、下の発動は全部2倍。こういうのが使えるんですね。 HP を 60% 回復。うーん、回復。いや、大丈夫大丈夫。まだたっぷりあるんだよね。まあ、待て待て待て。あー、今いいのやったんだけどな。これで、お、強かった。やっぱ赤攻撃力がすごかった。確かに、うん。おお、やった、撃破、クリア。冒険者たちは気を取り直し、再び平原を歩き始めた。先を行くトトはなぜか嬉しそうに語り始めた。トットー、トットー、ニャッホー。アルフェ村、アルフェの村、アルフェの森、森今シート様の伝承が残る村があるらしいんだよ。その村ならきっと仲間たちの手がかりも見つかるはずだみゃ。よし。そっか、シード様の手がね、伝承が残されてるから嬉しいのかな。また来たよ。ごめんね、僕は諦めが悪いんで。なんですか、あなた。スカウト来たか、トト。ストーカーですか。ちょっとやめてください。やめてください。出待ちみたいなやつやめてください、そういうの。彼らには何かあるか、ある気がする。あんな感じるものがあるんだ、この人も、アーサーも。来た、メモリーさん来ました。はい、レベルも上がって、さあ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 、お、それでは新しい武器だ。アイアンラッツメモストが、おお、特殊能力を覚えました。おお、さて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 、迷子になった。やってしまったにゃ。あれ、また違うキャラが出てきた。可愛い感じだ。ちょうどいいところに。ガクガクしかしてた。あら、ディフォルメと違うじゃないですか。立ち絵になったら違う。オルガちゃん、うん、よろしく、うん、これは驚いたな。来た、まさかのアーサーストーカー扱い。はい、ということで、ということで一旦離れましょうか。一旦離れてガチャ引きましょうか。引ける
やっぱね、頭数増やさないといけないんでね、うん、浴衣、浴衣なんですかこれ。しかもこれってその浴衣限定のキャラとかなんですか、それとも他でも出るキャラが浴衣を着てたりするんですか。既存のキャラが浴衣を着てたり。おー、星5を出したりするんだよね、うん、とりあえず行きましょうか。はい、ガチャを、ま、夏夜を彩る浴衣。はい、とりあえずちょっと、まあ、これで5でガチャ。あら、かわいいイラスト。ほんとだ、浴衣いいですねこれね、うん、行きましょう。はい、5でガチャある。2回引けるってことですね。はい、さあ、きた、色いいんじゃないこれ、色、激アツの色。ほんと？わかんない、適当なこと言った。おー、おお、4、ミーファー。浴衣じゃないけどね。うん、あ、そうか、浴衣じゃない子も当たるのか。そうかそうか、もともとのやつね。4、星4、強い。さあ、もう一回行こう。浴衣見たいよ。ガチャやる。あ、色がな、色が来い。あ、でもかっこいい。4だ。飾る。なんでってよ。やった。スタッフさんがすごいって言ってるよ。すごい。やった。僕持ってるんですよ、こういう運を。運しかないんですよ。浴衣じゃないけどね。いやいやいや、もう、ね、浴衣いいでしょ別に。これから戦うんだからもう夏冬もやりますよこれじゃ。もう最初のなんか剣の色が違うとかではないんだわ、じゃあ。でも関係あるんですか。でも星4だった、うん、おお、すごいんですかこれは。おお、すごいって。もう一回見せてよ、撮った人。え、待ってください。もう早々に装備させたからこれ自分の端末だからやる気満々のどれとどれだ。あ、これかこれか、これ順守順。まず撮ったのが、はい、大きくなる。あ、だった。私にお任せください。はい、私にお任せください。指揮者ですからミーファは、うん、はい、して、戻って、こっちは、こっち。未来の子孫はどこで迷子になってるのかな。お、命短し貫き乙女。お、いいですね。おお、かわいい。これちょっと満足なんじゃない。そうですね、超嬉しそう。悪い気しませんねこんな感じの4人で、はい、4人、まあね、6人、どんどん育ててね、はい、次回もまた冒険は引き続きやってみよう。今回もね、せんめもこちらでね、あいうえお作文をね、ユーザーの皆さんにはコメントにどんどん応募してほしいと思います。抽選で5名の方にプレゼントを差し上げます。前回も今回も合わせての5名様、うん、そう、総合的に、うん、最終的に5名様に抽選でね、プレゼントを差し上げます、はい、じゃあね、見本をね、見せてください。受けるんじゃない今回は。じゃあいっちゃう。受けるんダメだったら俺やる。受けるんダメだったら俺やる。じゃあ、行きますか。はい、じゃあ、こちらすぐお願いします。せんめも、行きますよ。せんめもの、せー、世界中の誰よりも、おー、せんめもの、うん、早く会いたいな。せんめもの、め、目指すはただ一人。せんめもの、ももうあなたしか見えない。出たさっきの女の子も、どこで迷子になってるのかなって言ってた、その私の主君、主君かな、あれ。なんかゴージャスのね、あの前回のあいうえお作文を一気に塗り替える素晴らしいあいうえお作文ですね。やらせてくださいゲームマーケットがお送りするゲームアプリ攻略動画チャンネル、ゴージャス動画。たくさんのゲームアプリを紹介していくよ。今すぐチャンネル登録してね。それ、ここ。